私たち株式会社 VTEX は1963年にラプチャーディスクを開発して以来、日本で唯一の専業メーカーとして研究、開発、製造を一貫して行ってきました。さらに長年の蓄積技術から得た最新の真空技術により、高品質、高精度を追求し、さまざまな分野で大変多くのお客様にご好評をいただいています。では私たちが担ってきた各種プラントにおいてのラプチャーディスクの役割について説明していきましょう。このような密閉容器や配管の一部にあらかじめウィークスポットを設けておきます。もし内圧が異常に上昇しても、この部分のみが破壊され、内圧を放出し他の部分を保護します。このようなウィークスポットに形状、寸法、圧力、温度などの条件を与えたものが破裂板または破壊板とも呼ばれるラプチャーディスクなのです。信頼という言葉に置き換えられると思います。長年ラプチャーディスクの製造を続けてきた実績と、日本唯一のメーカーであるという対応力の良さから、お客様に安心安全を提供しております。設計とはお客様の設備を守るため、いただいた仕様に合わせた製品を検討し提供する仕事です。お客様の仕様も多種多様で、それぞれに合わせた最良の設計を行うことが必要となります。しかし設計したものには全て意味があり、検討することも多々あるため非常に大変です。ここは VTEX 東海工場のラプチャーディスク製造工程です。ラプチャーディスクは異常な昇圧から人命や装置を保護する使命を持っています。ここ VTEX 東海工場の製造工程では、設計、部品製作を経て完成まで厳密な各種試験や検査が繰り返し行われ、出荷検査に至るまで細心の注意が払われています。重要なのは破裂性能です。規定の圧力で確実に破裂するか確認することが大切です。性能を確認したものと製品が違わぬようにできているか確認を怠らないことです。お客様が必要とするものを形にすることが自分たちの仕事です。安全に関わる製品ですので手を抜くことはできません。常に緊張感を持って作業しています。こうして製造されたラプチャーディスクは現在このようにさまざまな分野で導入されているのです。ラプチャーディスクをはじめ、原子力用バルブ、半導体並びに FPD 製造装置用バルブなど、最先端の技術で高品質な商品をお届けしています。ここ10年間ぐらいですね、ラプチャーディスクといいますかですね、市場は非常にですね、急激に変化しています。もう我々が想定していなかったような、業界役割でですね、ラプチャーディスクはですね、必要とされています。それらに対してですね、柔軟にかつスピーディーにですね、対応していく、これが、我々に課せられた使命だと思っています。聞くことですね、これはもうこれに尽きます。お客様が何に困っていて、どうしたいのか、ここをどうしたい、ああしたい、ここに困ってるんだ、そういうことがあったらまず気軽に相談してほしいですね。私たち株式会社 VTEX は、日本で唯一のラプチャーディスクメーカーとしてはもちろん、その他特殊バルブの開発、設計、生産、販売、
アフターサービス体制も強化し、産業全体の発展と社会への貢献のために取り組んでまいります。